どうも山上です。さあ時兄さんとの蜜月を楽しみたいと思います。修行の前にいろいろお話ができそうなんだよね、うん、ねえ現在のエデンの状況を伝える。伝えよう。すべてを伝えよう。そうか。あ、話が早い。エデンのどこかでユリアが生きているのかもしれないのか。ああ、そうか。ケンシロウとユリアの命の恩人だったもんな、時兄さん。死の灰を僕たちの代わりに被ってくれたんだよね。ケンシロウよ。ユリアを求めること自体は何も言わん。だが、伝承者としての務めを見失わないようにするんだ。うん、女にかまけてる場合じゃないぞってこと？伝承者としての務め。そうだ。北斗神拳の伝承者は宿命を見届けるが定め。お前は人々の心を救い、受け止め続けなくてはならん。ああ、末っ子ケンちゃんが伝承者に選ばれたのは何か理由があるんだろうな。お前が倒した神も、お前が宿命を見届けたと言える。神の宿命を？そうだ。神が最後に言った言葉は何だった？ユリア亡き今、俺とお前の決着は永遠につかない。なるほど。だがユリアは生きていた。では、なぜあの男はユリアがそばにいないのにもかかわらず、お前との対決を望んだのだと思う。はあ、男心、難しい。それがあの男の心、宿命に準じようとした心なのかもしれん。お前との命を落とした決着にこそ、宿命を見たのではないか。難しいです。ほーら、黙っちゃって。ケンシロウ。お前はそうやって多くの宿命を見届けていくのだ。いずれ天へ帰る私の宿命をもな。うわーそうだよね。一回戦ったらケンちゃん殺しちゃうもんね。うわー宿命見届けるって激務だね。トキ、うん、どうした？まだ私に用があるのか。エデン行きましょうって。僕が何でも倒してあげますから。うん、剣の極修行を終えて。いやあ、なるほどな。エデンに今戻ることもできるけど、極意を教わってみましょうか。ね。お前にはまだ伝えるべき極意がある。ケンシロウ、こちらに来い。兄さん、頼りになるな。はい。修行って感じでいいのかな。では、ケンシロウ、これより私の剣の極意、しかと味わってもらう。あの、時兄さんにはいつでも会いに来れるんですかね。車も手に入れたし、会いたくなったら会いに来ちゃおう。肌白いね。そうか、ずっと牢屋にいたからか。私の動きから、剣の極意を見つけるのだ。病弱といえど筋肉は落ちないんですね。はい、それが基本の構え。わかった。おう、うん。あ、また倒す。あ、そうくるか。修行、さばき、はいはいはい。時を倒すつもりで戦いに挑みましょう。時の動きに注目し、時が攻撃を受け流す動作、さばきを見逃さなければ。なるほどな。見逃さないよ。あなたのことを、目に焼き付けろ。ああ。じゃあ、とりあえず僕は攻撃すればいいんだろうな。腕だけ緑に光って。じゃあ、攻撃してみるか。はい。ああ、なるほど。はい。素晴らしいさばきです。はい、さばいてください。僕のことをさばいてください。あ、倒しちゃダメじゃん。ケンちゃん。血入っちゃったじゃん。ほい。おい。連続攻撃あんましない方がいいね。ずっと見ていられる。兄弟喧嘩。ほい。オッケー。これでケンちゃんも、さばける。はあ、かっけえ。パチンコ見て。はい。時を倒せ。あ、そっか。技一つ覚えるごとに時を倒さなきゃいけないんだ。もうここでやめれば？継承したし。もうありがとうなじゃダメなの？はい。継承した能力はポーズメニューの能力解放から確認することができます。ならば確認します。兄さん、待ってください。技でいいのかな？おー！なるほど。封印が解けましたよ、時兄さんのおかげでってこと？あ、じゃあ結構あるね。修行で解放だから、時兄さんに会いに来る口実ができちゃったぞ。非バースト状態、敵の攻撃に合わせて L1。これはいつもと同じ感じかな？ぜひ使いこなしてみたいものです。あ、ちょっと、とと。来い、やってみたいな。さばいてみたい。あなたのこと、あ、さばけないかも。ちょっと早いね、動きが。ゆっくりお願いします。ゆっくりお願いしますよ。はいはいはい、さばきました。これが僕のさばきです。兄さんどうだ、ね、あなたのことはさばけるようになった。清流の構え、うわうわってった。俺は激流だからな。ケンちゃんこそ激流行って。絶対ジャギも、いや、なんであなたじゃなかったんだろうな。伝承者に、なあ、もうダメだな、強えな。八門九段。
トキ兄さん、うーはは、あーよいしょ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 、お互いバス、あートキ兄さんが死んじゃう気がするけど行く、うわー強い、あ、毎回こんな結構ずったらやばいな修行、よし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 大丈夫だ。まだまだやれるぞ。ふぅ、好き。ところで、ケンシロウ、何か掴めたか？ああ、北斗千、あ、え、歴史長。そうなんだ。北斗1800年の歴史で最も華麗な技、その一端が掴めた。父、龍拳は何をもって僕を選んだのか。それも、見定めねばならんな。ふ、そうか。お前が今得た技、受け技というものは奥が深い。攻撃するだけじゃダメってことだな。時には受けて、受け身にならないと。そう、恋と同じ。ヒューヒュー。先に攻撃を仕掛けた者が先手を取っているようで、その実、攻撃を受けた者が先手を取るのが銃たる受け技の本質。はい。相手の攻撃の質、速さ、威力、すべてを見切ることで使いこなせる技だ。はい。実戦でもさばいていかないとな。闘気を解放して行える代物ではない。覚えておくがよい。はい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 、なるほど、こんな感じか。修行はあの封印してある技でいいのかな。時との修行5回、5回しか来れないの。でも5回は会いに来れるということか。今は続けては修行は受けれないのかな。もうちょっとレベル上げないとダメ。うん、ケンシロウ、まだお前には伝えられるものがない。なるへそ、わかったよ。自らの宿命を見つめ、自らの力を解放するのだ。能力解放の不足、クソ、能力の解放が不足しています。はいはい、なるへそね。はい、恐れず自らの宿命に立ち向かうのだ。良いな、うん、ああ、肩パッドを片方にしかつけないのは最近の流行りなの。ケンちゃん右で、トキ兄さん左で。トキ兄さんサウスポーなのかな。あなたのことをまだ何も知らないちっちゃい俺、やっぱ末っ子感がいいね。末っ子感今あるよ。末っ子感、大きい兄ちゃんと並ぶと。分かった、まだ能力強化が足りないんだね。了解です。ここの封印の技が、ああ、ここが解けるようになれば、うん、また兄さんに会いに来る意味があると。了解です。じゃあ僕はエデンに戻りますけども、大丈夫、本当に大丈夫ですか、こんな監獄で一人で。うー、あー、しっかり食べ物とかあります？なんか仕送りしますね、エデンから。はい、よしよしよし。ジャグレも元気にしてもらったことです。まだ起きないのこいつ。エデンに帰りますか。どうだリハク、ジャグレのモヒカンは。しばらく寝とけば治るのかな。うん、え、どうやって帰るんだ。あ、トキ兄さんのところからしか帰れないのかな、もしかして。エデンに帰りますって、しっかり。そうだよ、言わないと。これはさよならじゃない、またねだからね。うん、はい、うーん、はい、エデンに戻ります。そうか、寂しそうな兄さん。ラオウ、ラオウがラスボスか。お二人とも。はい、ジャグレさんが目を覚ましました。なんと。何、さすが兄さん。ジャグレ、お前、ケンシロウか。ジャグレ、俺は今までどうなっちまっていたんだ。ジャグレさん、あなたは凶王の剣に倒れ、ずっと意識を失っていたのです。そしてケンシロウさんがエデンの外まであなたをお連れして治療を。何、ケンシロウ、てめえが俺を。やだ、友情の芽生え。くそ、これじゃ衛兵隊長の流す立っちまう。まさかケンシロウなんかに金を作っちまうなってよ。お前は立派だったよ。もう体は平気か。え、なんでてめえにそんなこと報告しなきゃいけねえんだよ。おつんでれ。その調子なら問題はないようですな。いつものジャグレだ。ではエデンに戻ろう。まあ、そのなんだ、ありがとうよ、ケン。ケン、ケン。何か言ったか。
行くぞケンシロウ。少女漫画読んでる今。少女漫画の第一巻読んでる私ね。宿命背負ったよ。あ、兄さん。では時、俺たちは行く。うん。ケンシロウ、またここに来るがいい。もちろん。もちろん兄さん。あの星の輝き、北斗七星は死を司る星、乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。美しい顔、セーブポイントの男がいるから寂しかないか。あ、あ、あ、終わるんだ。あ、ここで終わるんだ。わーい、わーい、ありがとうございます。達観の構成、これで時兄さんのゴフが作れるのか。あ、すぐ終わっちゃうんですね。終わりました。第4章監獄伝説、時兄さんに会えましたね。というか北斗兄弟、北斗4兄弟の面々が回想ではありましたが見れましたね。会いたい、早く会いたいじゃないか。他の兄さんにも、ケンちゃん末っ子か、なんか納得だね。末っ子っぽいね。だから時兄さんはこうやって修行を受けさせてくれるけど、他二人の破天荒兄さんとは拳を剣を交えることがあるんだろうな。会いたいけど怖え、怖えけど会いたいですね。ラオウとジャギ、まあ何よりジャグレが元気になったのでよかったですね。剣、剣って呼び出したらもうそれはそれ、心にラブソースイートが流れた証でしょ。剣、今までケンって呼ぶのはユリアぐらいでしたもんね。あれ？ジャグレ？もしかして、ジャグレか。俺の運命の人はなんつってますけれども、あー、まあ、短いね。ちょっと5章の最初だけ、触りだけ入りましょうか。どんどん行くぜ、世紀末。第5章、陰と陽、光と闇。五章では何を頑張ればいいんだ。まあ、結局打倒共王軍か。とりあえずの目標はな。うん、いいだろう俺の愛車。お前特等席だな。さっさとエデンに戻るぞジャグレ。しっかり捕まってろよ。俺の運転は血と荒いぜ。ダメだ、毎回積もっちゃう。しっかりと。しっかり両手でハンドル握るケンちゃん。ん？ん？なんだありゃ、敵か？て、お、お、お？あれー、野党どもか、もう待ち構えてますもんね。そのようです。我々も狙いのうちでしょうな。け、すんなり帰れるわけはねえか。どうするよ、行けるか、ジャグレ。いちいち相手をするのは面倒だが、迂回するのもガソリンの無駄だ。だな。ま、近くまで行って様子を見てみるか。引いてやるか、引いてやんない？バギーで。てかガソリンは大丈夫かな。まあ大丈夫か。お前ら動くんじゃねえぞ。ああ聞こえねえな。ケンちゃんに命令するんじゃねえ。さあ分かっていると思うが、車に積んでる荷物を全部置いていけ。あ、じゃあジャグレ置いてく？うそうそ。断ったら？そうだな、あの男のようになる。うわ、すでに被害者が。あれ上半身どうなってました？だが荷物を差し出せばあっちの男みたいに無事でいられるぜ。あーうわ、まあしょうがないよね、しょうがない、しょうがない。そんな倒れてる男はお前の友達だったりしたのか。あ、兄ちゃん助けてくれ。このままだと殺されちまう。まあ生かしておいてもらうことはできないだろうな。あれはえ、知り合いか。あのエデンに入る前におしゃべりした人だ。ああ、エデンに入る前に世話になった行商をしている男だ。おい、ふーん、おい、なんで無事な男が助けを求めてるんだよ。さーて、なんでだろうな。ゴンタン分かってるんだよ、嘘つきめが。どっちにせよ俺たちもぶっ殺す気だろうが。聞こえんな、早いとこ決めろよ。荷物を渡すの、渡さないの、お前を殺すの。仕方あるまい、お前らごとき相手にしたくはなかったんだがな。
おっと、この人数を相手にやる機会、こりゃ楽しみだ。おい、おい、こいつら荷物渡すの嫌だってさ、やっちまっていいぜ。ゲスどもが差し出す様子を楽しみたかっただけだな。ふむ、ケンシロウさん、李白、あなたも戦えそうだな、いけるか。医者なら毒ぐらい持ってるだろう、ないのか。なんだ、北斗神拳には経絡飛行の付き方によって一撃で敵を葬り去る技術があると聞いたことがあります。北斗神拳に詳しいね。怪しい。そうだね。それがどうした。あなたが負けることはないでしょうが、向こうは多勢です。悠長にやっていると行商の男の命は危ないのかもしれません。確かに連中を素早く葬るのが今は得策かもしれませんぞ。医者が殺しを進めてくる剣、経絡飛行、はい。あ、え、あ、うん、あ、え、え、わかる、ケンちゃんやり方。一瞬で一撃で葬りされるのならば、こんなに楽なことはない。ジャグレ、お前も戦うんだぞ、ジャグレ。来てるか、ジャグレ。はい。まあ、この人数なら、まあまあ。ジャグレ、ああ、小雑魚で、小さな体格を生かして素早く動く敵が小雑魚です。小雑魚な、ああ、体格差が大きいため発動できない奥義もあります。なるほど、小さすぎて出せない。生命力が少ない敵なので、近づいて攻撃できれば簡単に倒すことができます。ただし、放置すると遠距離から飛びかかってくる攻撃を多用するので、ジャスト飛行で早めに倒しましょう。ジャストな飛行ね、わかっ、とりあえず、先にやればいいんだな。うん。飛行をついた直後、再びタイミングよく丸を入力して成功させると高ダメージ。ああ、はあ、連続して飛行つく、ジャスト飛行。さらに、ジャスト飛行による断末魔には特殊な効果があるので積極的に狙っていきましょう。L2 で奥義の発動を封じることができます。どうして封じる？封じた方がいい場合もある？奥義打ちすぎちゃう。まあ、やってきゃわかるか。いや、うん、漢字が多くてわからないよ。え、はい、とりあえずジャスト飛行やってみるか。あ、小雑魚、はいはい、タイミングよくね。あ、飛んでくるわけか。あ、やだ、お前、え、待ってね。こうやって、あ、ちょっと、え、あ、早くない？ジャスト飛行のタイミングが早すぎない？はい、これか、これだ、オッケーで、断末魔、あ、ヒュッヒュッっていう断末魔が出た。これは、これを拾った。あ、七星ゲージが溜まる断末魔って、全てを理解した。私は理解力が早いからな。あと2回やってみるか。あ、大きいお友達は下がっててください。小さいお友達に用があります。これ、そうだよな、小雑魚にしか出せないごめんね、すごい、ごめん、練習しちゃって。あ、わかった、ジャスト飛行、これがね、忘れないようにしないとな。これ拾います。はい、いただきます。んー、はい、小さいお友達集合。あ、君だよ、君のことだよ、お前じゃないよ。あ、待って、すばしっこいな、ちっちゃくて見逃しちゃうよ。あい、おいしょ、はいはい、オッケー、できた。敵をすべて倒せ、ヒュッ。うん、ジャスト飛行、忘れないようにジャスト飛行。はい、お前ブラジャーつけてんの？絶対服着た方がいいよ。ブラジャーではないか、鎧か。じゃあまずは服を着な。服着てからの鎧だよ、普通ね。はぁ、大きいお友達には出せない。ジャスト飛行は出せないことはない。はーい、はいはい。タイミングが結構、あの QTE が小さくて見にくいから見逃さないようにしないとな。またこれ出しちゃいますよ。あれ、はい、解骨拳。うん、順調。どう？つか、ジャグレは一緒に戦おうって言ったじゃん。ジャグレ、まあまあ病み上がりだからしょうがないか。俺がやっちゃうしかねえよな。はい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 、おブラジャー男から行くか。洒落たもんつけやがってよ。よいしょ、はい、どんどんどん。あ、おっきいお友達にも出るな。あ、ヒテプ、おお、拾うじゃん、これ拾う。何これ、すげえ、ヒテブ持ってる。俺今ヒテブ持ってる。ヒテブがすげえ。これポケットに入る？持って帰ろうよ。はぁ、武器にもなる断末魔、意味がわからない。ちょ、ごめん、すべてを理解したとか言ったけど、私はこの世の何も知らないのかもしれない。ヒテブ持ったよ。ヒテブ持ったことに対してみんな感想は？助かったぜ。まあいいんだけども、は、小雑魚の断末魔は七星ゲージが上がるけど、なんかデブ雑魚にジャスト飛行を決めるとヒデブが拾えるなんて人生で言うことがあるとは。助かったぜ。楽しかったよ。
あんな連中に捕まるとは運がなかったな。へえ、たまたま通りかかったのが兄ちゃんでよかったよ。ついてた方なんじゃねえか。まあ、トントンかな。家族が待ってるっつってたもんな。達者でな。で、兄ちゃんはどこに行こうとしてたんだ？エデンに帰るところだ。俺はすっかり住人だ。おお、ついにエデンの住人になれたのか。よかったな。あんたのおかげだよ。あんたはどこに行こうとしてたんだ？カサンドラだよ。ほ？なぜカサンドラに？時兄さんに会いに？数時間前にすれ違った連中にあの監獄が解放されたって話を聞いたんだ。はい。監獄ってのはよ、今の状況だと荒野なんかより物資があるかもしれねえと思ったのさ。商売人だね、なるへそ。もうもぬけの殻だもんな。残って生活しようってやつもいるみたいだからさ、珍しいものとかと取引できねえかなと。見上げた証拠ですな。なあ、危険な旅だぞ。カサンドラがいい場所ならしばらく拠点にするつもりだ。もし用があったら寄ってくれよな。俺の兄さんがいるんだ。それもよろしく頼むぞ。ああ。うん。俺の名前は毛利だ。毛利さん、今後ともごひいきに。そういえば名前も知らなかったな、行商の男。体の弱った兄さんがいるんだ。いい薬があったら分けてやってくれ。はあ、粛清すげえ背負うな。そうか、殺さなくても粛清は背負える。じゃあ殺しなんてやめよ。繁盛のご夫、なるほどな、商売繁盛。はい、じゃあな。うん、カサンドラで毛利といろいろ物資交換ができるんだな。さて、野党どものトラックからガソリンも取れたし、一丁エデンまでかっ飛ばすか。それがよろしいでしょう。共和軍のその後の動きも気になりますからな。確かに壁は塞がったのかな。そうなんだよ、共和軍がさ。あ、ちょっと待った。なんだ？エデンに帰る前に寄ってほしいところがあるんだ。どこだ？最終戦争前は野球場だった場所だ。はあ、少しの寄り道で済む距離だ。野球という文化は終わりで。ああ、野球場に何の用があるんだ？エデン衛兵隊が詰めている監視所があるんだよ。そこで進行してくる軍勢を見つけると本隊に連絡が入るんだ。へえ。監視所が共和軍の動きを掴んでいるかもしれねえ。エデンのためだ。ちょっと頼むぜ。わかった。連れてってやりましょう。ケンちゃんのドライブで。うん。ガソリンについて、ガソリンがゼロになるとゲームオーバーになるので？注意。マジ？やだよ、そんなのね。ガス欠だなんて。恥ずかしいじゃない？派生部ポイントある。ここ、お、わかった。広いな、ここは野球場で。はい、ちょっとエデンから離れた場所にあったんだね。参るよ、まっすぐ参るよ。はーい。おー、ジャグレがノリノリじゃん。俺はああいう素材もしっかり拾っていくんだぜ、ジャグレ。はい、いいぜ。あ、岩にぶつかったらまずい。あ、もう素材は一旦いいか。安全にジャグレを。ジャグレ振り落としちゃいそう、マジで。おいおい、蛇行運転車。あー、あれ取れる、ナイス。はい、そうか、ガソリンも心配しながら走んないといけないから、なるべく今は最短距離で。あ、あれエンカウントのマークじゃない？ぽくない？俺道合ってる？あそこの山をピュッて越えて、あれ、エンカウントだよね、あの赤い矢印は。見慣れたマークだぜ。戦ってみるか、せっかくだしな。うん、荒野をここぐるって。おい、逃げんなよ。こっちはガソリンを大事にしたいんだよ。あれ、どこ行くの？あいつらちょっと追いかけっこ始まっちゃってんじゃん。早っ。早くない？そうだよな、追いつける、これ。うん、俺はすごく無駄なことをしてる気がするけれども、気になるからあの矢印に突っ込んでみよう。あれは何だろう。あ、そういうこと。そう来る。ちょっとダメージ受けちゃったじゃない。エンカウントの始まり方がすごく雑。俺がぶつかって先手必勝、先にあの車にぶつかって。あー、人数が多かったわ。ちょ、舐めてたわ。嘘でしょ。これは嘘だ、これは嘘だ。興味、あ、でもジャグレも戦ってくれてる。ジャグレが戦ってくれてんじゃねえか。お、ジャグレは病み上がりだって言ってるでしょうが。ダグよ、お前は飛行優先。ジャグレ大丈夫か。ごめん、俺が好奇心にかまけて赤い矢印追ってみようとか言ったから。あ、無駄にした、無駄にした、無駄に。はい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 、はい、オッケー。はい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 、よいしょ。いいよ、俺今いい感じだからさ。はい、よしよし。あ、うわ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 、ぽい、よし、いい感じ、いい感じ。どう、よし、おーし、わー、ジャスト飛行でヒデブ出したいな、ヒデブ。あー、うわー、荒野のエンカウントはあんまり
避けれるもんなら避けといた方がいいかもしれないな。よいしょ、はいよいしょ、はいよいしょ、はいはいはい、こうどうでしょう。はい、奥義レベルがどんどん上がっていく。で、QTE が増えていく。貴様は死ぬ。よし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 、よいしょ、はい、馬乗りで行っちゃおうか。あん、あたた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 あ、ジャグレか。ジャグレとのなんか共闘なんかないかな。でも強い、さすが。衛星隊、俺のジャグレに触るな。ああ、ぶっ殺すぞ。でもまあ、喧嘩の練習になるっちゃなるんだよな。バースト状態、いいか。よいしょ、あと一人か。あと一人なのか、お前。ああ、ジャストヒコの練習をさせてくれないか。させてはくれまいか。お前は、おら。おら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 。二人でタコ殴りだ。ああ、遅いんだな。もういいか、出しちゃおう、奥義。あー、たた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 たあーちゃ、はい、終わりです。あ、飛んだ寄り道をしまったぜ。はいはい、戻ります。正規ルートから行きます。ほー、エンカウントはもう今日はいいですね。あんな大人数が、いけいけ、ジャグレノリノリだぜ。はい、こっちでいいんだよな。うん、ガソリンはまだまだ大丈夫。ゆっくり行こう。ゆっくりと言いつつも180キロも200キロ出してます。ジャグレ楽しいか。怖いだろうな立ったまま200キロで。よしよしよし、素材もまあ頑張って集めた。 あの赤い方がねレアだと思うんだ。ジャグレどう思う。ほい、ナイス、いいよ。はい、あれも拾っちゃうよ、ジャグレ。はい、